女性ダンサーのリエハタ34が18日放送のテレビ朝日めぐみママのいるバー深夜015に出演初共演で共鳴し親しくなった大物女優を明かした写真初共演で共鳴し親しくなった大物女優実はリエハタもストイックなんじゃん番組はバーのママに変身した女優のめぐみが豪華な客たちとお酒片手に語り合うトーク番組 リエハタのほか、フリーアナウンサーで女優の田中みなみ、37、ハリセンボン近藤春菜、41、トラビスジャパンの松倉海斗、26が、お客として登場した。めぐみが田中との関係について、すごく仲良くて。家にも来てくれたことあるし、美容がお互い好きで。美容情報のやり合いでと話すも、田中もめぐみがすぐにつないでくれることを明かした。 すると、リエハタもそうそうそうと共感。リンクとか送ってくれますよねと話した。私も美容大好きなんですけど、番組で共演させていただいたときに、実はリエハタもストイックなんじゃん。みたいになって、そこが共鳴して、とリエハタ。大先輩なんですけど、おうちに行かせていただいて、見たことないぐらいのマニアックな、ヨガマットとかだったらみんなあるけど、ギザギザの、インドか何かのと話すと。 めぐみは、シャクティマットねと即答。田中も、今、流行ってますよねも応じると、リエハタは、これ何ですかって言うと、リンクを送るから、って、びっくりしたと振り返った。